7月の31日に日銀が利上げを発表しました、それから急激な円高がその後、進行しました、そして、まあ、皆さんご存知の株の大暴落がありまして、まあ、少し戻しましたけど、非常に乱高下して、こういう事態を、まあ、あのどう捉えたらいいのか、特に中小企業の経営者として、こういう事態とどう向き合っていけばいいのか、今日うはまあそういう話をしたいと思います。 でまず1点目の日銀の利上げ、これ、なぜ日銀は利上げに踏み切ったのかということですが、えー、6月にはテーパーリングをやると発表したんですね。テーパーリングっていうのは、日銀が国債を買い上げて、お金をどんどんあの民間の銀行に流している、これはだんだん規模を縮小していくということなんで、まあ、本来です、ね、円安が止まって円高方向へいくはずなんですけど、まあ、そうならなくて円安が進んじゃったんですね。実はそのののもっと前の3月の マイナス金利を解除した時も、やっぱりこれ、マイナス金利解除したら金利が実情上,上がりますので、えー、円高方向に行ったら良さそうなんだけど、円安が進んじゃってる。今回も下手に発表して、また円安が進んじゃうとまずいなっていう気持ちが、実は日銀にあったんじゃないかと思うんですね。で、テーパリングっていうのは、今言ったように、国債買い上げる金額をだんだん減らしていくことなんですけど、これ、あんまり極端にやると、国債が暴落をして、金利が急騰して、 景気回復が、まあ、足取りも一気に崩壊してしまうという可能性もありますから、まあ、慎重にやらなきゃいけないということで、今回発表したのも、2年後の3月ぐらいにやっと今、月々6兆円ぐらい買い上げてるやつを、3兆円ぐらいまで持っていくという話なんですよ。ということは、2年経ってもまだ3兆円ずつお金をあのばらまいてるわけで、どん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 民間の銀行の日用金増えていく、まあ、ジャブジャブ状態が。 ままだまだ続くじゃあ、なかなか金利は上がらないだろうなって、多くの人はこう思うわけです。でそうすると、やっぱり円安、続いちゃうぞと、みんなが思う。そうさせないために、緩いテーパリングなんですが、同時に利上げを発表して、円安を止めるということに日銀がまあ踏み切ったんじゃないかと、私は思っています。で、まあ、上田さんとしては、ぜひともこの円安を止めたいというのがあって、え今回、利上げをしただけじゃなくて、 物価上昇率が今ぐらいの店舗で続いていくんだったらば、利上げをさらに続ける可能性が高いというようなことを、に、ま、じ、あ、ませるような記者会見をやったんですね。政策金利というのは、銀行間でお金を貸し借りする市場、そのコール市場の今日借りて、明日返すという一番短いやつ、オーバーナイトもというんですけど。 そこの金利を日銀がまあ誘導しているから、政策金利って言うんですけど、これは0.1%なんです、でそれをこう7月の末に、これを0.25%まで上げるって言ったのが利上げなんですが、これをさらに0.5と,とか、1%とか、そこまで持っていこうとしてるんじゃないかというふうに感じさせるような記者会見だったんですね。ここの金利を30年間超えたことがないんです これ0.5%の壁と言われてるんですけど、記者がこの壁についてどうですかみたいな質問したら、上田さんがいや、そんなの壁だと思ってませんみたいな発言をした。そうすると0.5%超えちゃうかもしれないなと、さらには1%あたりを来年は目指す動きになるぞって、そう思うと、もういよいよ円安の時代終わって、これからは円高の時代に移るんだなというふうに思いますよね。そこで円高がずっと進んできたという状況です。 アメリカのの下振れ懸念というのが加わってくるんですね雇用統計発表されて、えー、予想より悪かったものですから、アメリカの景気、結構これから悪くなるかもしれないという予測が、まあ、広がっていったで。そんな中にですね、FRB の議長が、まあ、物価上昇率落ち着いてきたので、9月には利下げできそうかもしれないみたいな発言をしたんですね。そうするとこれから利上げを目指していく日本 これから利下げを目指していくアメリカという構造が鮮明に出来上がってきます。そうすると、これはますます円高だぞということで、予想を超えて円高が急激に進むという事態になります。で、この急激な円高が日本株の下落を引き起こします。えなぜかというと、日本の大企業というのは、輸出企業が多いんですね、輸出で稼いでる企業が多い。したがって、この間、円安が急激に進んだもんですから、ガンガン儲かってたわけですね。 史上最高の利益なんていう大企業たくさんいました、まあ、そういうところを中心に集めてきて日経平均って出来上がっていますしたがって株がどんどん上がっていく日経平均4万円超えみたいになったんですが円安から円高に転換するということはこの円安に依存した大企業の公私益構造これがもう終わるんだというふうに多くの人に意識させます、まあ、そこで日本の株ももう今までみたいに上がることはないだろうと思ってみんな売り始める そこで日本株が暴落に近いぐらいの落ち方をする。で、これがアメリカの景気先行き懸念とつながって、アメリカの株下落にもつながります。でアメリカの株が落ちると、日本の株がまたそれに連動して落ちる。まあ、こういうことで、世界的な株安がガーンと進んだわけです。で、私のところにも、先生、どうなっちゃうんですかみたいな質問が結構寄せられたんですが、ここでちょっと強調しておきたいのは、円高と株安っていうのは、中小企業にとってはプラスだということです。 まあ大企業は円安で稼いできたんですけど、中小企業の場合はむしろ円安でコストが上がってしまって、企業の利益が圧迫されてきたわけですよね。で、これが円高に移ったということは、このコスト上昇圧力が下がるということなんで、これプラスなんですね、さらに株安、これも実は中小企業にとってプラスなんです。なんでかというと、株がどんどん下がってきたために、株に向かってたお金が、これはやばいぞというんで、債券市場にもある、債券市場というのは主には国際市場です。 国債の値段が上がります。ということは、国債の利回りが下がるということで、長期金利、これが下がる傾向になるんですね。実際にこの株下落の中で若干下がってきてます。まあ、テーパーリングが近いということで、国債の値段が下がって、利回りが上がって、金利が上昇傾向にあったんですけど、これがちょっと止まったと。そうすると、日銀もまあこんな風にガタガタ起きるんじゃ、下手に利上げできねえぞということになって、追加利上げもちょっと先送りになる可能性がある。 ということで、中小企業から言うと、この円高、株安、こういうものを見て、中小企業までバタバタ慌てる必要は全くないということです。ただ、これも最後に共通しておきたいんですけど、円安に依存した大企業、それから中小企業にとってはこの低金利というものに助けられてた、これで日本資本主義は非常にぬるま湯状態だったわけです。このぬるま湯の資本主義がいよいよ終わるというのが、今起きていることなんですね。 金利少しずつ上げてでも正常化に持っていく、異様な円安、これがやはり円高方向に少し戻し始めた、このぬるま湯消費の周辺、これを表現しているのが今回の、まあ、いろんなバタバタ騒ぎなんですね。で、さっき言いましたように、株高と円安は若干、コスト圧力を下げて、金利引き上げも先送りになるということで、少し時間的な余裕が中小企業に生まれます。でこれでで安心しないで この時間的な優位を生かし、従業員の人か方々も株安なんかでちょっと危機感が出てきますので、ね、この危機感の広がりをチャンスと捉えて、今こそ強靭な会社作りに挑んでいただく、そういうふうに今を捉える必要があるというふうに私は思います。これまでの事業のやり方、ビジネスのやり方を全部ことごと組み直して、いろいろチェックして、より高付加価値の会社を作る、顧客創造力の強い会社を作る、効率的な会社を作る。 さらには人手不足の中で人が集められる会社に変わっていかなきゃいけない、私はこれをチャンスを捉えて、今、この最低利を含めた強靭な会社づくり、会社改革に挑んでいただきたいというふうに思っています。